佐賀市長選挙をめぐっては、現職の秀島敏之さんが立候補しない考えをすでに表明していて、これまでに新人5人が正式に名乗りを上げています。これに対し、今日開かれた立候補の届出事務説明会には、7つの陣営が出席しました。新しい顔ぶれ2人の姿もあり、7人の選挙戦となる可能性も出ています。一方、同時に行われた市議会議員選挙の説明会には、36の議席に対し、44の陣営が出席しています。